ユゼフ・ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族。国王に次ぐ、共和国軍の最高司令官、王官領大へ、トマンの地位にあった。スタニスワ・フレベラ・ポトツキの孫。ユゼフは、当時の共和国で最も富裕だと言われた、資産家で1702年から1744年まで、キエフ県知事を、1733年に、召集軍隊の臨時司令官を、 1735年より、王冠領代へとまんを、1743年より、ポズナン県知事を、1748年より、クラクフ城代をそれぞれ務めた。また、ハール一、ワルシャワ、レジャイスク、コウミア、チェルボノグルト、シニアティン及びボレムフの大官だった。1703年、ユゼフは、ウクライナで、セメエンパリーイに引きられた農民による反乱を、鎮圧した。 大北方戦争の時期、彼は当初アウグスト2世の支持者になっていたが、その後、スタニスはフレシチニスキ支持派に倶り替えした。ところが、この選択は、京都出て、彼は1708年のコニエツポルの戦いに敗れ、ポルタバの戦いの後はハンガリー及び、トルコで亡命生活を送ることを余儀なくされた。1714年に帰国すると、宮廷を牛耳る。 ファミリアに敵対する、グニエズの大司教、テオドルポトツキと結ぶようになる。1733年に、ポーランド継承戦争が起きると、ユゼフは再びレシチニスキ支持に回った。彼は、軸府連盟の臨時司令官を務め、ポーランド連盟軍を率いて、ロシアとザクセンの軍勢と各地で戦火を交えた。1735年、彼は、 新王アウグスト三世紀の即位を承認したが、その後間もなくトルコ、スウェーデン、プロイセンと共謀し、国王とその宮廷に対するクーデタ計画を練ったという、ありがとうございます。